バイキング時代の到来、巧みな航海術を駆使した北欧の海賊はバイキングと呼ばれ恐れられた。画像はノルウェーのオセベリフンキューボから出土した船装用の船体。イングランドを襲撃するデーン人。イングランド各地もデーン人の猛攻を受け、イーストアングリアのエドマンド王が殺害された。画像は12世紀に書かれた。 聖エドマンド巡オー王ンの挿絵。スピリングスの秘宝。ゴットランド島は、バイキングの通称、貿易の拠点であり、それを裏付ける。要1999年にこの島の北端、スピリングスでバイキング時代の宝物が大量に発見された。大量の銀製品の他に、イスラムや、ハザールの貨幣も出土している。マルウイアミナレット。 アッパース朝第八大カリフのムルタスイムが建築したサーマラーの大モスク付属の螺旋式のミナレットハールウン・アラシードアッパース朝最盛期のカリフで千代ひとよ物語では夜ごとにバグダードの街に繰り出す風流な君主として描かれている知恵の館アッパース朝カリフマームーンの知性にバグダードには翻訳事業や学問研究のための 知恵の館が設置された。画像はここに集まる学者たちを描いた13世紀の細密画。インド最後の仏教王朝のパーラーサ。ダルマパーラー王により9世紀末に北インドの大半が支配下に置かれた。画像は9世紀に作られたパーラ様式の文字菩薩石像。頓光文書。頓光には3万とも4万とも数えられる。 膨大な古文書が収蔵されている。画像は、大英博物館書像の、金剛般若パラミツこれは現存する、世界最古の木版印刷の巻古本で、当の異州の知性の868年に、作成されたもの。日東愚法巡礼行記。日本創延人は、最長の下で、天台教学を治めた後、検討留学生として、 中国に赴き詳細にわたる見聞をこの記録にまとめた。唐の武装による海藻の廃物に遭遇するなど、辛酸をなめたが、それも含めて、この記録は万頭の貴重な資料となっている。訪問時報を持つ。唐では武装による海藻の廃物以後も仏教は衰えを見せなかった。歴代皇帝の損すを集めた。 訪問寺からは1987年に地下宮殿が発見され多くの宝物が出土した。画像は、訪問寺の金銀器の一つで金石で堺、天覧文物でもある、八長宝箱。怪盗の聖国。マッカツ人とコークリー民により建国された牧海は、国王オーヒト州と続く大常神のもで国力を増進し、東や日本との良好な関係もあって、 この時期、怪盗の聖国と呼ばれた。画像は、大常新の年号、漢和が刻まれた、漢話四年名物岩。密教将来。空海らによって、日本に密教がもたらされ、平安時代の仏教に大きな影響を与えた。画像は、密教で用いる、大蔵会荼羅で、京都当時所蔵のもの。数分の地。クスコの辺から、 上和の変までの佐賀、純な、人名の三代の知性は、直線監視集の変算に見られる文化が重んじられた、時代で、安定した政治が行われた。画像は三筆の一人でも名高い佐賀天皇の、肖像画。伊勢物語の世界。この物語の主人公は、政治では不遇でありながら、火災に恵まれた、貴公子、有原の成平がモデルとされている。 画像は、伝田原や総達の伊勢物語図色記六段芥川で、成平が二条公高くを連れ出す場面。大天門の変。藤原氏による、多支配席が進んで石関政治が確立し、律令国家体制から王朝国家体制へと生態が変化した。画像は十二世紀に大天門の変の経緯を描いた、伴え、大納言へ言葉。ではなく、 ボリビアのラパス県の4000メートル近くの標高にある遺跡で最盛期である9世紀には人口は1万人を超えたと想定されている。画像は半地下式方形広場で人面の装飾がなされている。カバーア遺跡。ユカタン半島北部の遺跡でプーク式装飾で有名な小図ポープ神殿がある。画像は雨の神着髪の仮面で覆われた小図 ポープ神殿のファサードで、裏手と側柱に旧世紀の日付がなされている。カロリング帝国の分裂。ベルダン条約と続くメルセン条約で、カール大帝の医療は三分割された。画像は両条約で、西フランク王となった、特等王シャルル二世の肖像で、フランス国立図書館所像のビビアンの聖書の細密が、パリの戦い。パリハクウドは、 885年に始まったバイキングの攻撃からパリを死守し名声を高めた。画像はジャンピエール・フランクの歴史がアルフレッド・大王オー。エンジンを下しイングランドの再建に貢献したことでアングロサクソン史上唯一の大王の名が付けられた。画像はイルフリッド・メック・ヘイグッシー間の名を持つアルフレッドの宝飾。ルーシ国家の成立。 画像は、ラドガにて、東、スラブ人と出会うバリアーグの流陸一行を描いた、ビクトル・バスネツオフの歴史が、イコノクラスムの継続。第22回や公会議以降も、東ローマ帝国では、断続的に、製造破壊運動は続いた。画像は、クルドフ支編差し絵で、キリストの受難になぞらえて836年に、 コンスタンティーノポリス総主教となったヨハンネス七世の破壊運動を描いている場面。イコノクラスムの完全集結。東ローマ帝国では843年のコンスタンティーノポリスでの教会会議により、聖画像数形派の勝利が確定し聖教の協議が確認された。画像は870年頃に作られたハギアソフィア教会アプスハンドームにある聖母子のモザイクが、 スラブ人への宣教。東ローマ帝国出身のキュリロス・メトディオス兄弟は、グラゴール文字を作成しキリスト教の宣教に努めた。画像は18から19世紀に、ロシアで描かれた、この兄弟の遺婚プリスカの戦い。プリスカは、第一次ブルガリア帝国の都で、ここをめぐり東ローマ帝国と死闘を繰り広げた。811年には、 バルビツヤ峠で、ブルガリア皇帝クルムが、東ローマ皇帝にケフォロス2世を戦死させ大勝利を収めた。画像は、現在のプリスカ遺跡。旧世紀は、西暦801年から西暦900年までの100年間を、指す世紀。旧世紀初頭の世界地図旧世紀末の、世界地図大陸朝鮮半島日本日本では、平安時代前期にあたり、 統制に基づく、律令制が衰退に向かい、戸籍に基づく、人別課税から、他都と呼ばれる実際に公電を請け負い経営している、不合層を不明として、土地課税する制度に移行する。変動する、在地社会を現実に即して統治するために、現地派遣の国士の筆頭者に、大幅な権限が付与され、受領と呼ばれるようになる。 フランク王国イタリアイングランドスコットランド東、ローマ帝国東欧北欧イベリア半島、アッパースアサイラン県小王朝その他の王朝宗教指導者学者、詩人等日本注釈出典。ありがとうございます。